はい、億万長者合宿ご覧の皆様、そして吉田さん、前回はね、蛍の墓についてちょっと別の考察をしてみました。それは主人公の清太さんがですね、プライド、いわゆるですね、自分は士官の息子だから、だから平民に頭を下げられない、身内といえども頭を下げてまでね、食べ物を分けてもらうと思わないってところから結局死んでしまったというね、プライドはクソの役にも立たないっていうね、言い方になっちゃいますけども、そうなんですよ。あれね、清太さんがね、そのおばさんの家に住んでいれば、そのおばさんってのはストーリーの中で生き残っていて、そのおばさんの家族も生き残ってるんですよ。まあ、ですんでおばさんはね、本当にやりくりが上手で、心を鬼にして自分たちの家族を守るためにはもう本当どんな人にでも頭を下げる、どんなことでもやるみたいなことで生き抜いてきたっていう風なね、士官の息子でも士官の身内でも何でもない人が生き延びて、士官の息子は士官の息子というプライドが邪魔して人に頭を下げられない、お芋をちょっとちょうだい、食べ物ちょっとちょうだいって言えないがために一番大切な節子を失って自分も死んでしまうというね、その一体ね、そのプライドって何なのんだろうなというところなんですよね。で、吉田さんがセンターピンって言い方しましたけども、じゃあね、ビジネスマンとしてのプライドは何かっていうと、まあ何が何でもね、売り上げを立てるってことなんですよ。で、ある人に言わせればですよ、ある経営者に言わせれば、その経営者の方ってのは店の状況があんまり良くなくて、自分の会社の状況が良くなくて、社員の方がね、すごく不安に思ったらしいんですよ。我々の給料って保証されるんですか、このままの売り上げじゃ我々の給料とかって出なくなっちゃうんじゃないですか、うちは家族もいるしローンもあるんですよっていうふうに社長に詰め寄ったらしいんですよ。そしたらその社長がですね、こういうふうに言ったんですよ。任しとけと、商店街の金かっさらったってお前らに不自由させねえよみたいなね。もちろん商店街の金をかっさらうっていうのは勢いなんですけども、そのぐらいの気持ちでお前らの生活を保障するぜみたいなところにプライドを持っていたんですよ。ですんでね、その社長っていうのは自分の社長という立場をね、金繰り捨ててかどうかわかんないですけども、もうあらゆるね、お得意様に頭を下げて、どんな仕事でも取ってきて、どんな案件でもね、人がね嫌がる仕事でも取ってきてこなして、社員を、まあ、給料払い続けたっていう、そんな例があるんですよね。まあ、でもね、ある社長は、俺は社長だから人に頭なんか下げられるかって形で会社を潰してしまったという例がありますね。まあ、どっちが私なのかはね、もう想像に難くないところでしょうけども、まあ、そんな感じでね、プライド、ビジネスをしているプライド、商売人のプライドっていうのは今日1円も稼げなかったってことなんだと思うんですよ。じゃあですね、情報発信でビジネスをしようとするものがですね、どこにプライドを置くかね、そんなことしてまで俺稼ぎたくねえよっていうのがプライドなんですかね。違うんですよね。商売人であるなら自分の懐に1円も落ちてこなかった1日があるってことがもうプライド、もう丸つぶれ、面目丸つぶれなんですよ。何が何でも稼いでくる、ね、自分の才覚、技量で稼いでくる、人を絶対に喜ばして、その喜んだ人が溢れ出る喜びでお金をね払いたくなっちゃうみたいなことができるかできないかっていうのがプライドなんじゃないかなと思いますけどもね。はい、あなたのプライドはどこにありますか。そこまでして売りたくねえよみたいな感じですかね。いやいや、ビジネスをしてる人間が自分に売れないものがある、あプライドゲンさんみたいな感じだと思うんですよね。この人にもこの人が喜ぶものを見つけて絶対に手渡してやるぞみたいなね、というのが、自分自身がその商品が売れなくても誰かがその同じ商品をその人に売ってるんですよっていうことですよね。だからそのビジネスの競争で負ければ自分には売り上げが来ないし、他の人にその分売り上げがいくっていうことなんですよね。まあ仮にですね、吉田さんがドリームアカデミアなり商品を売らなければ、お客さんっていうのは他のしょぼい商品を買ってね、すごく後悔して本当にネットビジネスはクソだっていうふうな人間に変わるんですよということですね。吉田さんね、いってらっしゃい。